ネシアの力の源ともいえる聖剣グランセンチュリー。この剣の力を封印すればネシアの野望を打ち砕くことができる。王国領のわだつみを祀る祭壇でその儀式は執り行われる。間違いなくネシアは妨害に来るだろう。王国と帝国による警備の中、いよいよ儀式の日を迎えた。グラムブレイズの戦いはまだ終わらない。陛下、聖剣グランセンチュリオが台座に掲げられました。儀式を始めよう。しかし複雑な心地です。聖剣は我々王国の象徴です。それを封印にかけるとなると。国は剣でできているのか。稲だ、人だ、人によって国はなる。帝国は魔竜の力決別しようとしている。我々もグランセンチュリオと決別しようではないか。はっ。いよいよこの日が来たね。ああ、そうだな。しかし大切なものも失った。ねえダロット、私の秘密よ。なんだ秘密って。私はね、魔竜殺しの勇者ギルの末裔なの。分家の血筋だけどね。勇者ギルだけど、私はその地にどんな意味があるのか疑問を抱き続けていた。だから旅に出たの。地の意味を知りたかったのか、地を否定したかったのか。いろんな人と出会い、そして戦った。答えは出たのか。うん、答えは出た。血ってね、言い訳の一つなの。言い訳？戦うこと、戦わないことって最終的には自分で決められるだろう。どうしても戦いたくなければ逃げ出せばいいからな。だが人は無謀にも戦う。自分、血や思想、宗教、それらが正当化のための理由、一種のレッテルだ。そうしなければ怖くて戦えない。いや、もしかしたら戦わせるためにそれらが発明されていったのかもしれないけどね。戦いはいけない、そういうことか。違うよ、血は戦いの理由としてバカらしいってことだ。私はジェノンのために戦おうと思う。もちろんジェノンの死を戦いの理由にするつもりはない。でもジェノンが夢見た世界のために戦おうって決めたんだ。戦った後に何をなすのか、それを思い描けなければ戦ってはいけない。戦う理由は他人に与えられるものじゃないってことだよな。そう、それが言いたかった。ガロット、そろそろ儀式が始まるぞ。Yeah!
ネシアの私兵軍だ。とんでもない数です。帝国と王国の警備兵を足してもとても足りません。ガロット、我々は祭壇を死守するぞ。任せろベルマン砲白、ネシアに政権は渡さねえぜ。参りましょう。お任せを。堕弱な人間たちが束になっても深海に生まれた私にかなうはずがありません。復讐の踏み台でしかない人間は私の手のひらの上でただ無様に踊っていればよいのです。俺たちは人形じゃない。ジェノンは死んでも意志の力でお前の術を破った。まだわからないのかネシア。あれはただの偶然、そう、何かの間違いです。天使と人間との格の違いを思い知るがいい。
潰す。それこのそれうおを報告しなさい。
殺され、あとは…
本当苦しみを責めて殺して。ただ転生を繰り返すのみ。私の手の上で踊りなさい。
上がるさ。人間風情が私を打倒しようなどおこがましいにも程があります。ネシアの軍勢が復活していく。また聖剣の力を使ったのか。聖剣がその闘志に蓄えるのは人間の争いが生む征服の心です。わかりますか。あなた方が止めようとする戦乱が私の糧となるのです。人間が欲望を捨てれば私を撃てるかもしれません。だが人間はそれがなせません。自分たちの主としての愚かさを呪いなさい。そして底のない後悔の沼を永遠と沈めばいいのですよ。聖剣を破壊しよう。そうすればネシアは戦う力を永久に失うはずだ。グランセンチュリオの封印の儀式が完了するにはまだ相当の時間を要します。剣を折り破壊できるならばその力も消滅するでしょう。ただし波の力では破壊できません。聖剣は祭壇の上だ。おや、メリー、勇者ギルの末裔でしたね。知っていますか。ギルを勇者に仕立てたのは私だということ。マリー・ブロンナが邪魔でしたからね。始末するために私が助力し撃たせたのです。いわばあなたは私の操り人形の血筋なんですよ。だからどうした。そんな話はどうでもいいのだ。打天使、よく聞け。お前に抗うのは私の意志だ。血など関係ない。聖剣クランセンチュリオが折れた。バカな。やったな、メデューテ。まだまだ力ではあんたに負けてないわよ、ガーロット。これでネシアの力は封じた。一気にネシアを叩くぜ。なぜ人間ごときが聖剣を砕くことができるのです。戦う力も
戦う理由も何も持たなかった人間が、なぜ。教えてやるよネシア。お前が世界をその目で見なくなった間に俺たちは進歩したんだ。戦う力も戦う理由も自分たちで見出せるくらいにな。そして仲間を信じて無条件に力を合わせる方法を見つけたんだよ。バカな。私が消える。私の肉体が消える。人間に、人間ごときに。終わったのか。多分そうなんだと思う。俺が言うのもなんだが、少しは落ち着いたらどうだ。言われなくとも分かっている。大丈夫かよ。最小としての初舞台だろ。ビシッと決めてくれよ。こんなに緊張するのは生まれて初めてかもしれないな。やれやれ、重症だな。体が硬いわよ。あ、右手と右足が一緒に前に出ちゃってるよ。からかうな。よう、冷やかしに来たぞ。陛下。何度も言わせるな。もう陛下ではないだろう。そうでしたね、陛下。ガーロット将軍、先が思いやられるな、この宰相は。俺もそう思う。はあ、雇い主をもっと選ぶべきだったよね。今に見ておれよ、お前ら。冗談だよ。いや、冗談ですよ、最初。あら、なんだよ、今日から敬語とかで喋ろうと思ってんだよ。最初、あなた以外にこの国を支えられる人はいない。
俺もいる、いますから。心配無用、大船に乗ったつもりでいろよ。いてくださいか。お前に敬語は無理だ。ああ、私もかなり気持ち悪い。言いやがった、あ、ですね。くそ、胸くそ悪いぜ。それにしても、右腕さん元気にしてますかね。今はどの国に行ってるんだろうね。まだこの近くにいて、ガチガチの宰相様を見ながら腹を抱えて笑ってるかもな。ガーロット将軍、緊張は解けてきたぞ。さあ、行こうか。了解しました、ベルマン宰相。宰相ベルマンの主導のもと、不可侵条約を結んだファンタジニア王国とともに、ブロンキア帝国は新たな一歩を踏み出した。ベルマンの私兵グラム・ブレイズの団長として数多くの戦場を転々としてきたガーロットは、帝国の若き将軍となり、引き続き帝国の安定のために尽力を続けるはずだ。私は帝国を、そして仲間のもとを去ることにした。名残惜しさがないと言えば嘘になる。だけど長い旅の人生だ。またみんなと会える日も来るだろう。その時も奴らは変わらない笑顔と創造しさで私を迎えてくれるだろう。私がブロンキア帝国で得たもの、それは信じて育て上げることの大切さ、そう、希望の種を。